はいどうもご視聴ありがとうございます。ルイボスです。今日もねポケットモンスターソードシールドをやっていきたいと思います。はい、ということで今回まあご紹介するのはですね、まあ実は世界大会がですね、ポケモンの世界大会、インターナショナルチャレンジっていうまあ画像があるんですけど、あれがね、まああれっていうか、まあこれがね、まあ開催されると、はい、いうことで、まあ2月28日のまあ9時からかな、開催は、なんですけど、まあこれに伴ってね、まあこのエントリーが今始まってるんですけど、このね、エントリーをすることによって、まあ限定のね、T シャツ、っていうのがもらえると。はい、いうことで、まあ、そのね、エントリー期間が、まあ、2月28日の、まあ、8時59分までなんですよね。うん、まあ、これを逃すと、まあ、その限定 T シャツが、まあ、もらえ、下回らん。もらえなくなるっていうことで、ちょっと、紹介しようかなと。うん、今だけもらえるっていうことでね。はい。で、実際、まあ、もらえる、T シャツは、まあ、どんなんなんかっていう話なんですけど、まあ、画像見えますか、まあ、こんな感じの。はい。まあ、こんな感じの、ボールガイの T シャツですね。うん。皆さんどうですかね。うん。まあ、ダサいっすね。まあ、ダサい。うん。まあ、正直ダサいけど、そのダサさがいいかな。うん。なかなか2な、ボールガイ T シャツ。まあ、これがね、まあ、もらえると。うん。いうことなんですよ。はい。で、これもらえるのは、このね、まあ、限定っていうか、もうこのインターナショナルチャレンジに、ま、エントリーした方だけの限定アイテムっていうことで、逆にこのエントリーしなければもらえないアイテムになります。なので結構ね、まあ、レアものっていうかな、の T シャツになるんで、まあ、ぜひね、忘れないように、撮ってもらいたいなと思います。ちなみにね、エントリー期間、まあ、2月28日金曜日8時59分までって書いてますけど、まあ、これ逃したら、手に入らないとおそらく思いますね。うん。なんで絶対にね、忘れないように、まあ、あんまかっこよくはないんですけど、まあ、逆に可愛い、ワンチャンあるかな。逆に可愛いワンチャンあります。はい。なんで、ゲットしてみてくださいと。はい。いうところで、じゃあ、早速ね、まあ、ゲットの仕方をね、紹介していこうかなと思います。そしたらね、ゲットの仕方行きましょう。はい。それではね、まあ、実際に、まあ、インターナショナルチャレンジに、エントリーする方法っていうのをね、まあ、紹介していきたいと思います。まあ、ここですね、この VS。ここから行きましょう。はい。ここから、バトルスタジアム。を選択してもらって、これね、インターネット大会っていうのがあるんですよね。ここに、行きましょう。さあ行こう。で、ここでね、まあ、エントリー受付中って上に書いてあるんですけど、まあ、ここでね、公式大会を探す。これをね、選んでください。じゃあこれですね、まあ、2020インターナショナルチャレンジフェブラリーマスターカテゴリーという感じで、まあ、こんな感じですね。これ、なんかルールがここに書いてますね。はい。これですね。まあ、ルールダブルバトルのランクバトルシリーズ2と。まあ、ダブルですね。うん、ダブルでやりましょうという感じのものになってます。で、開催期間が、2月28日の9時からになりますね。まあ、適当にこれはね。はいはいはい、OK です。はい、エントリーしますか。エントリーしますと。まあ、これだけですね。エントリーの仕方をね。まあ、すごく簡単になります。完了しましたと。はい、まあ、こんな感じですね。うん。これでエントリー完了しました。はい。なので、まあ、これで、まあ、準備としては OK になります。はい。で、実際ね、ボール外のその T シャツをもらうには、一度はね、戦わないといけないんですよ。うん。なので、2月28日の、まあ、9時から大会が始まるんで、まあ、1試合、まあ、最低ね、まあ、特にこの、真剣に参加するしないって、個人的にね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、特にそういう人じゃない人も、まあ、1回だけで、ね、戦いしてもらったら、今回の、まあ、特別限定のね、まあ、ボールガイの T シャツが、もらいますというところで、まあ、忘れないようにね、まあ、来週、まあ、僕が動画撮ってるのが2月23日なんですけど、まあ、来週ですかね。うん。に、まあ、一戦だけね、ぜひぜひしてみてくださいと。はい、いうところで、まあ、今回の、限定のね、ボールガイ T シャツの撮り方っていうのは、ここまでになります。エントリー期間がですね、まあ、2月28日。の、まあ、金曜日、朝8時59分までっていうことなので、まあ、忘れないようにね、してくださいと。はい、いうところで、本日の動画はここまでです。もしよろしければね、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もしよろしければ、
チャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。またねー。